なんでライン返してくれないの？彼氏に無視される、遊ばれる女子の共通点とは？好きな人を虜にする3つの恋愛裏テクニックを知りたい人は他にいませんか？3. ぎこちなくなると宣言する。例、よく見られたいと思ったら、喋るのがぎこちなくなりそうです。ごめんかい。人見知りの傾向として、よく思われたい。という気持ちが空回りして、ぎこちない対応になると、筆者は分析しています。解決策として、ぎこちなさを消し去るよりも、よく見られたいから、ぎこちなくなると、ストレートに伝えることを筆者は勧めています。4. 何か聞かれたら、それについてだけ答える&相手への質問返しをする。人見知りの方にとっては、何を喋ればいいのかわからない、と戸惑うことあるのではないでしょうか。質問されたことに対して、自分で会話を広げようとせず、聞かれた内容をシンプルに答えることが最初のステップだと筆者は語ります。次のステップとして、相手の話を広げるための質問を繰り出してあげればいいそうです。まずは、自分が喋る量を増やすことよりも、相手が喋る量を増やすように質問を繰り出すことが会話のコツなのでしょう。